はい、どんこんちは。はい、ついにですね、今日はサムネの通りになります。いやー、時間かかりました。はい、今日はですね、何かと言いますと、近畿運輸局さんの方から概要等説明書、試作車、組み立て車等審査結果通知書っていうのをね、いただきまして、メールでね。で、まあ、後にまた納付される書類があるんですけど、まあ、それを返送用封筒で送り返してって感じで、ようやく完成しました。これがプリントアウトしたその組み立て申請書ですねの、審査結果通知、まあ、合格ですね。はい、いやー、これね、めっちゃ時間かかりました、ほんまに。なんで時間かかったっていうのはね、何個か要点がありまして、一つはね、用途、これ特殊輸送用コンテナっていう用途になるんですけど、いわゆるコンテナフルトレーラーの、特殊輸送用コンテナっていう用途です。で、これを取るために細部まで写真であったり図であったり、まあ、添付せなあかん書類が、通常のシャーシだけだったらここまで苦労しなかったんですけど、まあ、その特殊輸送っていうところで、アルミ製コンテナを載せたいということで、アルミ製コンテナを載せたいということで、で、コンテナフルトレーラーとの決定的な違いは、それは軽量コンテナであるので最大積載量500キロ欲しいというところですね。で、この最大積載量500キロっていうのは、通常普通車シャーシやったら普通に書類作れば取れるんですよ。取れるんですけど、僕が今回チャレンジしたのは6720っていうね、 6.72m のシャーシを使って最大積載量500キロ取りたいというふうに、申請しました。ところがですね、山あり谷あり実はあって、そんなに簡単なもんではなくて、通常 6.72m っていうと、大型の、ね、トレーラーの20フィートぐらいの大きさじゃないですか。だから、いや、それは無理でしょっていうのが最初のスタートでした。で、このスタートから、アルミのやつを乗せるんやっていうのを納得させるまでに約3、4ヶ月ぐらいかかりました。これは、まあ、今は審査がやっぱり厳しくなっているので、何でもかんでも書類のコピー通す輩がいるから、審査内容も結構厳しくて、頻繁に電話確認で、本当にこの人は知ってるのか、計算式のこのなんか内容的なものをちゃんと理解してるのかっていうのを何回も確認がありました。暗算でできるとこは全部暗算で、こうこうこうだからこういう公式を用いたらこういう計算になりませんかとか、そういうやり取りがあったんですよね、実は。で、それが約 3,4 ヶ月ぐらいありました。で、この前にですね、近畿運輸局の前にも実は書類を提出してたんですけど、この件に関しては、結局、本庁、確か本庁まで行ってるんですけど、登録に至らずで、近畿運輸局で再度、その書類をもとにこういう風に変更してっていうので、細部証明書みたいなのを作って、やりました。なので、普通のコンテナフルトレーラーだとサイズまあ5メーターぐらいまでにしといて、やればこんなに苦労はしなかったんですけど、この 6.72 メーターっていうことは、ハイエースが4690のハイエースで引っ張った場合に、まあ11300ミリぐらいじゃないですか。まあ11メーターちょいになると思う。11メーター600ぐらいになるんですかね。だから、実際これを12メーターの全長のものになるんで、それを果たして 6.72 メーターで最大積載量500キロってありえんのかっていうのが当初のお話でしたね。なので、
それを 6.72m を最初はじゃあ軽量シャーシで作っていこうっていうことで、細い方のシャーシのフレームを使って計算式を出したら、強度計算上は、まあ、満たしてるっちゃ満たしてるんだけど、これちょっと限界率がギリギリすぎるんで、もう少しフレーム工夫できひんかということで、次 70mm っていうので設定して出しました。でここで大問題があって、 70mm っていうのが国内規格ではなくて 75mm だったんですよね。でそれはちょっと自分のミスで、70角っていうのをアルミと勘違いして出しちゃったんですよ。で結果75で再度出す前に、今度は100角で出したら、100角だと重量がまあ280キロ近くなるんでね、280キロだったら500キロ取れないんで、いやそれはちょっと厳しいなっていうんで、なんとか75角で格子型フレームで組んで強度を満たせるかどうかっていう計算を上げて、でまた提出したっていう流れですね。ここに至るまでに書類で言えば結果138枚ぐらいやったんですけど、実際は多分もっともっと書類を起こしてます。多分トータルしたら300枚は絶対起こしてると思います。ダメにボツになった書類も入れたらもう300以上いってると思います。なので、今回こうやって通知が来た時はマジで感動しました。今までも7、8年前ぐらいだったら、確かに嬉しかったけど、僕は多分これが一番嬉しかったかもしれないですね、書類的に。この 6720mm で最大積載度500っていうのは、GT、フォーミュラーカーみたいなのあるでしょ、レース用の。フォーミュラーカーの車積載車が最大積載度500キロなんですけど、確か全長 5. 何メーターで、6.72 っていうのはないんですよ、ね、なので、いや、なかなか大変でしたけど、よかったなと思います。また、もう本当に、よう骨折れへんかったなと、もう心折れかけたんですけど、何回か。でもやりきってよかったなっていう感じです。はい。で、今回は、この6720は5台。しか最初に申請してなかったから結果5台と仕上がってきたんですけど、この後にですね、小型トレーラー100台、軽トレーラー100台、これと別の用途の普通車トレーラー100台ということで、合計305台を申請しております。なので、オリジナルシャーシでね、何かトレーラーを作りたいって方がいたら、ぜひご相談いただけたらいいかなと思います。また国産キャンピングトレーラーでも大体アルコ製シャーシっていうのを使ってると思うんですけど、うちはもう自社シャーシで完全国産でやりたいんです。なので、このシャーシで、自社のオリジナルのシャーシ作ってくれへんかとか、そういうのがあったら、ご相談いただけたら、供給しますし、対応させていただきます。また、うちらのトレーラーでも、量産シャーシに関しては、金額をね、ぐっと抑えて、作っていくように、ちょっと僕も考えてて。なので、軽シャーシ、普通車シャーシ、小型シャーシっていう感じで、自分のところの自社のオリジナルのね、トレーラー作りたい方がいたら、メールでもいいんで相談してください。とりあえず、一つ山を越えましたんで、今日はゆっくり休みたいと思います。そして明日朝釣りでも行きたいと思います。肩の荷が下りたんで、そんなことで本日もありがとうございました。よっしゃ。